高橋さん、振らせました。そうですね、その先ほどボールになったスライダーだと思うんですけどね。ファーストが追いかけていってファールグラウンド、振らせました。ファースト渡辺吉田一発さんで今年スリーアウトになりました。立ち上がりの早川、ランナー2人かかりましたけども早めにバットの構えをしています。ピッチャー投手判定は投げません。送りバント高め打ってショートだ。外はいっぱいに落下し、なんか落ち着いてきましたよ。変化球でカネブル取ります。でもシュートを彼だけはそうだとしてました。はい、あまり勝ったんでしょうね。まあ、でもあの高さ的なものっていうのは立ち上がりの初回よりもちょっとあまりいい気持ちがないと思いますよね。初球からファースト抑えた。2塁は1塁はセーフです。初球一旦ネットで上がっている。芝内は3点を決めようと思いました。ちょっと難しい打球でしたけど、はい、空振り三振でワンアウトです。先頭バッター栗原から勝利を取りました。最後のいかがですか。いや、いいボールだと思いますよ。これインサイドかけてショートが出てきます。リバビアショートボールでスマートになりました。振らせました。三森三振でこれでスリーアウトになりました。4回の表早く痛いですね。サード正面の方です。下がって取った伊藤幸也バントに出せましたね。スリアップが使えないっていう部分はネットに上がっていますが下打ちが追いつきます、ね。はい、あまりこう打ちに来たところセカンドが追いついた。一塁間に合いました。スリーアウトです。サードのパン打たれた後5番のアストディーヨはダブルプレー。これ早川一番いい形になりました。はい、あ、まあね、今伊藤はよく難しいバウンドとは思うんですけども軽くさばきましたよね。はい、もう最高の形のダブルプレーですね。はい、初球高く上がった打球はセンターが追いつきました。小さく拳を握った早川、この回ヒットを許しましたけども、ただこの6回もゼロで終えています。5番中一伸びですか。はい、ここで足が止まりました。114球止まりで見ています。詰まった当たりはショートです。ホームランを放っている山崎投手が2人でスマートです。20球勝負で3球勝負で来るか。打たせました。シュートセカンドゴロでスリーアウトです。ここも拳を握った早川、この7回もゼロで終えています。